ですが、ですね、2人っていなくなってしまうような感じになりましたね。マスターズクラスは1000位と、隊列が戻ってまいりました。で、ゆっくりとしたドーリング。1周目予選ピート、シグナルはフラッシュアウトスタート。加藤正則を先頭に、2番手には長門、3番手には 第2エア、ピン立ち上がってまいります。先頭集団から1レーンに立ち上がってまいります。ダブルコーナーから第2エア、2番手長門3番手高安、3番手秀明、4番手秀明、5番手秀明、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 秀明
優勝
ったっていうようなそんな話でした。でもやっぱりいつもの調子がもうちょっと戻ってまいりました。あとはまさかに2月からスタートをしまして一度の天気のもそもそもちゃんと感じます。8番手が北川の9番手が清水選手と